どうも。エンチャンネル T. V.。今回はですね、なんと。すごいゲストが来てくれてますよ。杉田智和くんでーす。<laughs> こんにちは、えー。遠藤正明さんが歌う。戦士を立ち上がれ。うん、これはマスオキシン、正興新サイバスターというアニメのタイアップだったんですが。僕はそれで、声優としてデビューしました。うん、よろしくお願いします。そうなんだよね。うん、もう。そっからの付き合いとしたら、すごい長いよね。長いですね。 あの杉田君とはずっとラジオも十何年間一緒に今やってて14年とかですかそうだからそう考えるとすごい長い付き合いになったよね確かになんか腐れ縁というかいやいやもう,もう,、ね、もう半分家族みたいなもんです <laughs> 今回は杉田君とこのね網スチャンネルさんとコラボしてくれるということで今回、ね、年末イベントにンさんもいらっしゃいますし嬉しいですよ今回ね、杉田君るとということで、はい見て うちのエンチャンネル TV、一二三四五カメラ五台ですよ。カメラ五台。二人しかいないのに五台。大丈夫ですか？ちょっと大丈夫なのか？なんかグラビアアイドルさんとかのチャンネルじゃないですよ。ね？だそんぐらいエンチャンネル TV 力入れてますんで。大変だこれ。今日はよろしくお願いします。せっかく出てくれるということで何しよう？考えた結果、やっぱ杉田君といえばもうゲーマーじゃないですか？ ゲームをね、杉田君とやっぱり一緒にやりたいなということで。わかりました。杉田君、このレトロなゲームってどうなんだろう。はい、今回ね、はい、人生ゲーム。<laughs> おー人生ゲームやったことある？ボードゲームって一、うん、人で遊べないんですよ。そうだよね。つまり<あ>やる機会がないんです。一緒。<laughs> でもほら兄弟とかさ、あの身内でだからこのみんなお正月とかやるんだろうね、こういう あのやばいプレーをし始めて <laughs> この乗ってるピンを隣のやつにこっそり売ろうとするやつがいたり <laughs>、ね、そんな時の、うん、<laughs> まあねだからここにやられてどうだって言われて <laughs>、まあ、なそういうそういうゲームをレトロなゲームで遊んでみようということで<し>杉田君と人生ゲームをやってみよう <laughs> という。 買いにしたいと思います。わかりました。最新版じゃなく、ちょっと四五年前の版らしいんですよ。でも十分新しいですよ。まあね、ここんなんじゃなかったもんね。こんな山あったっけって。ね、まあその年年ですごい新しくなってるらしい。だから時代を反映してるらしいですよ。そうだよね。職業に何かのユーチューバーがあったりとか、ユーチューバーがあったり。ああ。いいね。まあ。 それだけで食ってる人って逆にね, <laughs> ね少ないですからねすげえなと思いますよ,本当だよ、ね、でもね杉田君のところもところはさいやでもうちはでも趣味を残していくっていうテーマなんで、うん、それこそあのなんだメンバーシップもスーパーチャットも積んでないんで。 い、うん、いやでもすごいよみんながやっぱり期待してさあ<ー>それをちゃんと答えてそれに発信してるってやっぱすごいなね,、まあ、あのね共感していただくっていうことが一番の目的なんで、うんねまあ、それが集まったなら何よりです、はい、だからねうちは緩くやっていきたいと思います、はい、<笑><笑>ということでじゃあ早速やっていきたいと思いますけど、はい、じゃまずは色を車に乗っていくんですけども、はい、杉田君何色がいいですかこの4色から <laughs> 4色、うん、何色好きですか 僕はあのキモ萌タ特有の黒と<お>暗い色ばっかり一緒一緒黒とあとこう答えないと世の中に何かこう脅されてる気がするんで銀です。<ー>そう言わないといけないような <laughs>、ね、この間だって回転寿司で <laughs>、うん、いちご練乳パフェっていうのを売ってて、うん、あこれは食べなきゃいけないような気がするってなって気使うよ、ん、ねんか謎の脅迫観念に追われてるんですけど、ね、それはそうじゃ、ね、誰かが見ててさ、えっ ええってなったら嫌だもん、ね、<laughs> なんでそれ頼まないのそうそうそうじゃあどっちですかいちごか黒か <laughs> えっとじゃあお前顔色悪いなっていう色にします <laughs> これかい <laughs> じゃあ俺黒でいきます、はいはい、最初5,000ドルもらうんだっけ一人じゃあ最初じゃんけんで決めるのかな、はい、じゃあ最初はグーじゃ,じゃんけんポイ<い>おどうぞじゃあこれから じゃあ、はい、いきますよ、もう回くんですね何が出るかな、はい、<あ>なんか出てるよ、5、1、2、3、4、5、えー、塾講師になれる、<ん>気に入れば職業カードを取って6マス進む、あここで自分が塾講師になるかどう、あでもね、俺のね、夢、はい、先生と呼ばれることがあるんです、なんかこうすぐなれますよ、なれますよ。 なんか先生っていいう響きがよくないですか先生あちょっと待ってでもこんな安易に俺職業についていいのかないいんじゃないですかいいじゃないですか俺ほら音楽しかやってないから、はい、いろんな仕事には興味あるんだけど確かにでも塾講師はいいかもねあるほどあじゃあ俺塾講師になっていいですかどうぞあじゃあこれになって、うん、6マス進むんですね 2>、はい、1, 1 2 3 4 5 6料日になりました。 <laughs> これれ止まったらこれもらここもえるんだそうですねこの街に止、ま「止まる」が通ったらダイナミックカード1枚もらうあじゃあ杉田君ちょっと回しにくいけどごめんねこれ2ですね22はい12キャスターになれるキャスターキャスターに興味あるまあでも同じだって声の仕事だもんねも声優の仕事は全部あのアナウンサーの人が全部金役でやってるものだ 一瞬思ってたんですけどよく見るとこの演じる人がエンディングに名前が出てるからそうかそうかそういう人がいるんだああそこで分かった子供心に思ってキャスターどうキャスターすごいなぁ僕だったらすぐ放送事故ですよ危ないね大リーグホワイそれあったよねホワイト言い直してたやつ言い直しても間違えちゃうすぐそういうのがねなっちゃうんでなります

もらう、あ、四千ドルもらう。え、えそんな特技。遠藤さんで想像したら、めちゃくちゃ面白いですね。<laughs> 手、手は、手の皮は厚いんですけど。え、特技、何。特技ですか。うん、特技、髪の毛が動くってやつ。髪の毛が動くってやつ。髪の毛が動くってやつ。本当だ。<laughs> これしかないです。お、動かない、これ。これがあって、子供の頃から、学校にいる悪い奴に殴られずに済んでました。 すごいねえ。喋ってる。間だけ動いてるよ。<laughs> ね、すごいこれ特技だね。久しぶりにやったな。<laughs> さすがさすが。じゃあ追田くんどうぞ。いやまたに。に。一に <laughs> 俺と一緒だ。たまたま手に入れたと。はいたまたま四千ドルもらう。で <laughs> 二ですね。一に、えー、ネットオークションの出品物が。 高値で落札されたおお六<う>千ドルもらうネットオークションで伊藤さん何を売ったんですか何を売ったんだろう多分加減山弘之兄さんにいただいたのこうサインとかね <laughs> 影山減山弘之って書いてあるこのサイン入りの何かをなん<ー>で転売してるんですか <laughs> ダメですよ <laughs> ね 昔とある打ち上げでもうない会社の人が生産さんサインちだよって言ったから神谷博士って書いて渡したことがあるひどーなんか明らかに横にいたお姉ちゃんみたいなあげそうだったんで神谷博士って書いて渡したざまあみろはいよいしょ。二。2 1だったえ不思議体験を話して嘘つき呼ばわり千ドル払う 8、1>, 8来た1、2、3、4、5、6、7、8、え、恋人と自分のん小指同士を赤い糸でつなげてみた、え俺、恋人できたよ、あの外国の方にしようかな、普段できない <laughs> あのなな、どれのアルバムでしたっけ、遠藤さんの、はい、あの横に謎の女がいるやつ。<laughs> あのプレゼントオブザボイスですねこれ、誰なんだろうって。<laughs> あ1億を恋人の設定なんですけどそのシリーズの2枚目出した時にいないんですよだから別れてるんですね別れちゃいましたねよしおおてる来てる来てるいや 7!712345679 秒日ぴったり止まったます6 1 2 3三。 これなんだ。シここでのストップって書いてあるんだけど。ストップあ絶対止まらなきゃいけないよね。えー、パートナーを乗せあ結婚ですよ俺。あれあれあれ来ま <laughs> したね。え俺キャサリンと結婚しますよ。キャサリンってだったんですね。<laughs> いや結婚しちゃいました俺。おめでとうございます。お先に。おめでとうございます。はい。うございます。ます <laughs> え一、ー、一<位>打ち上げ花火で愛を告白一万七千ドル払う。<laughs> 払う、払う。どういう,のうで。で、で、でるー。ボーン。<laughs> みたいな、そういうイメージですかね。<それ> <laughs> じゃ、いきますよ。いきます。六。一二三四五六。じゃ、このままいくんで,す、ねで、ルートを決、はいっしますね。はい。でやー。七 <7! S 2>。七。ってことは。ってことは、トレジャー。 おー、お<ー>ここっちですね。すねお、七。はい。一二三四五六七。やはりお宝よりお金かな。矢印がますに映るだ。お<ー>、はい。来ますよ。四。一二三四。ダイナミックカード。うん、えー、巨大ロボにも。重量税がかかりました。<お>世界の平和を守りたくて買ったのにさあ。 一十百千万三万ドル払う。あ、なるほどね。エンドロボ。まあまあエンドロボ仕方ないですね。エンドロボのためには。はい。ちょっとね維持するにも税金がかかるそうですよ。そしたらもう高視力研究所なんて税金どうするんだよみたいなね。でも普段マジンガゼットはプールの下に隠してあるんで、多分国税局わかんないですよ。 み博士がすごい。いやうちの何も <laughs> だってみんな知ってるやつ、うん、そこ壊これってさ。博士は嘘が下手くそだぜ。<laughs> コージ君、俺のグレートマジンガはどこだ哲也 <laughs> さん、今黙ってろ なるんです誰もが知ってるからね,そうですねもし国税局の人だけが知らなかったら、うんうん、よっぽどの人たちだよね普段マジンガー Z はどちらに隠されていらっしゃるんですかねそんなやつ嫌だね私は何も知らん <laughs> そんなのは嫌だユミ教授それでボケてほしくないな本当だよ案外敵の暗黒大将軍とかの方がはっきりしてますよ多分機械獣に税金かかんのかみたいになってあいつら大きいしそう,そ,うそうだよ

アントマイム、<laughs> これ窓やっちゃったから壁壁か、<laughs> 思っちゃったね。<ー>なんだろうな、えー、っと、<laughs> お、飛躍飛行のついたわけですね。お前はもう何本目に終了。<laughs> <laughs> なんかスタッフから使えないからって。<laughs> <laughs> 今 <laughs> のところガッツリ買っとです。それが僕に全部もだいです。いいですね。はい、じゃていきますよ。これで、ね。七、一二三四五六七。給料日ダイナミックボーナスだって。はい。はい。二。よく引くな。二好きだね。 月に降り立ち、宇宙の絶景を体感と。一十百千万。十四万もらう。十四万。月。月に興味ある。月ですか。いや、でも。行きたい、行ける。もし。うん、機会があったら。怖くてしょうがないですね。怖いよね。あれ、なんで飛ぶの、ロケットって。って俺、いまだにだって、うん、飛行機が飛ぶ原因もよく分かってない。もん同じくです。はい、<laughs> 怖いよね。<わ>あと、俺ね。兵所恐怖症なんで。あ、そう、もっとダメですね。 あと空気がないと思うとあと暗いじゃんとかって思ったらもう無理ですね自力で脱出できないところになんでわざわざ行くんだってなっちゃうので怖いです怖いです一生よかったそこは一緒でよかったそうだよ絶対行きたくないよねあんなところよいけるなと思って6 1 2ストップダイナミックロード入り口ランクアップ転職転職をする場合はダイナミック カード二枚を使って、余っている好きな職業を取れる。俺二枚使って。転職。やっぱ講師はいいから、もう先生。先生って呼ばれたのは、もう結婚もしてさ。あ、いらぬ。ありますよ。宇宙飛行士。おお。これはないな。宇宙飛行士ってか、宇宙人じゃないか。大丈夫ですか、これ。宇宙飛行士はいいな。サッカー選手。はいはい。 テーマパークオーナーこの絵ありなのかギリギリですね <laughs> いいのありました俺これにします石油王だ石油王,石油王だ <laughs> やっぱ石油王でしょやばいやばいやばい転職して石油王になりましたらららららもう格ゲーのスポンサーになってくれすごい不労所得の塊です <laughs> よし九 9, 2> 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 よし。いや。七。七。一二三。とま。あ、でいきましょう。なるほど。ランクアップ、転職か。ランクアップするか。なるほど。これが。ランクアップ。作家、作家になるか、転職するか。なるほど。転職のカード見せてもらっていいですか。転職カード。あ、さっきのやつですね。はい。あ、はるかのこっちの方がいいわ。本当ですか。 じゃあ僕はこれになるよ。テ <laughs> ーマパークのオーナーですね。<laughs> 次に君,君に君におすすめの乗り物。回 <laughs> の電車かな。<laughs> ギリダメだな。ギリダメ。<俺><俺>ギリダメ。一二三四五六七八九十。 71234あこうストップ子供もいないし子供も隠し子もいないんでね本当いないですいる場合はもうすでにそういうのって簡単に調べ上げられちゃうらしくてもう分かってんだろう。何も出てこねえよはいねねえあの文集法とかさ怖いな怖いから気をつけてねあの2回ぐらい捉えたことがあってマジ ビデオ量販店から出てきたときにすごい撮ってる人がいるから「何を撮ってるんですかね?」って言って「ちなみにあのイリーガルなものは買っていないのでどうか許してください」って言って,って笑ってたけど前が来とうもう一個は自宅の近くで黒いスモークのある車が明らかにカメラを構えててあれ多分撮ってるなと思って横にいた子に。 どうする俺たちフライデーされちゃうかもしれないぞって言ったらええー、男同士嫌だしね <laughs> 男かい,い竹内俊介君だった <laughs> いい声同士じゃん12<う>未来の新規事業に出資出資110100000 100万10万20万ドル払ってお宝宇宙エレベーターを取るええー、未来行き過ぎですよ遠藤さんすごいはい最終的に遠藤さんのライブはじゃあ,、うん、あの火星とかでやるんですね ああ、でも俺だからさっきも言っる、そうね。行くのが大変だからでもね俺南極でやりたいのいろんな大陸行ってまだライブやってないのはアフリカ大陸とあと南極大陸かな南極大陸でちょっとライブやりたいのんか白駒とか仲間だと思って来ちゃったりしないですかよし行くぞお 4! 八一二三四五六七八おなんですか山のふもとがよく見える。ダイナミックカードを一枚使って、場に余っているお宝を一つだけもらえる。<う>選べる。いっぱいありすぎだね。これ面白そうだな <laughs> これ面白そうだな <laughs> どれどれにすんのドラゴンにします。ドラゴンおいいね。ドラゴン。いいねうん、ドラゴン。はい、1、2、3。 ふう一安心、一回休み、あ、休みかーい。休みかーい。七。一、二、三、四、五、六、お。ゴールしました。はい。一着から三着でゴールした人は着順で場に余ってるお宝の中から好きなものを一つだけもらうこ。ともとなります、ね、はい。 じゃあ1回休み2人なんで俺ですね3僕もゴールしました123あいいってことねこれなんか見た目面白い僕は惑星にしますはい惑星 <laughs> 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 はいということで終わりましたゴールしました、はい、ゴールです、はい、じゃ私<れ>私ダイナマイトなんで、はい、あのドラゴン君も惑星君も透明スーツも吹っ飛びました、はい、あ持ってたからか、はい なるほどね。ドラゴーン <laughs> ドラゴーン人生ゲームってやっぱりもっと数がいりなる、ね、そうだねだから終わんなかったイメージがあるもん、うん、あやっぱり子供生まれるとかありますよやっぱりだってうちらさ結婚してはいいけどさ、はい、子供産んでないしお金もあ家も建ててないしさそ、うん、んな人生でいいのかなが出ました、はいえー、俺が 三百四十四万九千ドル。はい。累計約七十七万です。<laughs> ぶっちぎりで金持ちのめちゃ。だって俺石油王になれたのがやっぱでかいじゃないですか。うね、そうですね。でも。 杉田君もテーマパークのオーナーですからね。まあド,ドラゴンとか惑星は手にいましたけど爆弾 <laughs> で吹っ飛んじゃいましたからね。そうだね。まあでも人生ゲームこうね今声優で俺はあのアリソンシンが、うん、あのシンガーということでやってますけど、はい、なんか違うね職業だったらまた違う人生を二人とまや歩んでたと思うし、ね、本当にうんもしぜ声優になってなかったら何 だってなりたかったなりたかったなりたたかっのはゲームクリエーターですあなるほどねでもさいまだに稽古していけんじゃないまあ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 ねあ一本作りましたけども意外に自分のやれるセクションって少ないんでまあ時間もないし絵描ける人曲が作れる人やっぱ尊敬しますよだって何もできないもんだって。 音楽の分野しか俺うちではできなくてさそれが大事なんですよだからそうやって組んでものが作ればいいなっていう持ちは持ち合ってことないね今後もね杉田君の活躍を僕は楽しみにいつもテレビで「あ杉田君だ」って思ってるありがとうございますでまたうちとコラボしてくださいよもちろんですということで今回は杉田君にね来てもらって一緒に 人生ゲームを楽しんでみました。ということで、皆さん楽しんでもらえたでしょうか。また、次だけ来てください。ありがとうございました。エンディングテーマが流れたはずなんで。じゃ、あありがとうございました。ガッチガチ。が。<laughs> くなる <laughs> そ。そんな歌っちゃうわ。<laughs> バイバイ。 君と手をつなぎ落ちへ帰ろういつも気づけばそばで笑っていてくれる友達と